暮らしかな、これ。日暮らし君がいるよ。捕まえてみる？捕まえられるかな？わかる？ここ真ん中。見えますか？ちょっと捕まえますよ。行きますよ。行けるかな？行けるかな？行こう。おお行っちゃったよ。捕まえられたのにな、今な。何ビビってんだよ、俺。他にいないかな？いないかな？あー、暑くなった。暑い。暑い。いやー、これをね、使ってみて分かりました。やっぱりね、ガスバーナーってね、楽ちんでいいですね。まあ、夏場だと、特に日中はね、暑いじゃないですか。焚き火をね、つけるととても暑くなる。そんな時に、こういうものをね、ちょっと使ったり。で、朝ね、また焚き火が消えちゃってるのを、火をね、起こし直すということがちょっと手間だなという時には、こういうもの、いいかもしれないですね。で、せっかくね、これをね、今使ってるんで、あれやりましょうよ、あれ。ババーン。いや、焚き火でさ、ゆで卵ってなかなか作りづらいじゃないですか。なのでね、これを使って、美味しい美味しい半熟卵、完璧な半熟卵を作ってみたいと思います。はい、お湯がね沸騰しましたよ。完璧なね半熟ゆで卵の作り方、今からご紹介いたします。沸騰したお湯の中に7分30秒から7分45秒卵を入れてください。いきますよ。よし、熱いな熱いな。ちょっと待ってちょっと待ってよ。熱いから、こうやっていこう。いきます。トゥー、2ついくよ。よいしょ、トゥー。はい、7分30秒から7分45秒いきます。はい、7分30秒経ちましたので、火から外して冷水で冷やしていきますね。よいしょ、トゥー。はい、冷水で冷やしてきましたよ。そうしましたら、これを割っていきましょう。よいしょ、トゥー。で、割り方なんですけど、これね、叩きつけるんですよ。パン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 、ね、周りをね、バラバラにしちゃいます。バラバラにしちゃいます、全部。そうすると、ね、ほら、つるっとね、つるっと、つるっとつるっとつるっととっと、つるっとつるっとつるっととっと、ほら、簡単でしょ、簡単でしょ、ほら、これね、はい、抜けちゃいますよ、ほら、プリプリ、プリプリと。はい、じゃあもう一個もね、ちょっとね、殻を割ってきますね。早速ね、やっていきますよ。いきますよ。せーの、よいしょっとー。チュ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 、よいしょっと。いきます。せーの、パカー。ほら、ほら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 、皆さん、皆さんよ、ほら、ちょっとね、火がね、あの、強かったのかな。でもね、OK でしょ、OK でしょ。ちょっともう一個もやっていこう。よいしょー、いこうぜ。よし、パカーと。いいんじゃないの、いいんじゃない、ほらね、ちょっとほら緩い感じで。オッケー。はい、じゃあ行こうよ。これね、今これ見てください。火がね、ちょっと入りすぎてる感もあります。これなぜかというと、自宅でね、冷蔵庫から出した状態っていうのは、今のこのキャンプ場に来てクーラーボックスに入れてる状態よりも卵の温度が低いじゃないですか、家の場合にはね。でもここだとちょっと卵の温度が上がっているので、7分30秒だとちょっと長すぎるんでしょうね。なので、もうちょっと短い時間でもいいのかなということが分かりました。でもね、焚き火よりも全然うまくできますよ。はい、食べていきましょう。塩さ、塩いってさ。よし、いきます。卵ってなんでこんなに美味しいんでしょう。うまいな。ゆで卵ってうまいよね。うまい。マイルド関係ねえわ。最高でございました。やっぱりガスバーナーいいわ。ダン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 ジ。
ようやく青空が出てきた。あ、帰りまでこのまま天気が持ってくれればいいな。ちょっとね遅くなってしまいましたが、でかー、誕生日プレゼントですよ。マジで？ありがとうございます。どうぞ。すげー。ちょっとさ、基地でちゃんと食べるよ。そうだね、基地で行くわ。ありがとう。いいの？重いよ。うすごくないこれ。15センチ。うわ。いただきます。よし、向こうで食べよう。これ幹事さんからもらっちゃいました。もう幹事さんと言ったらねハンバーガーですよ。ほら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 、何これ。いただきます。行こうよ行こうよ。おうまっ。ジューシーだよこれ、最高。最高。ありがとうございました。最高でした。さすがです。ダン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 ジ。熱い。プレイザー。はい。プレミアムモルツ。行こう。いやー晴れたね、いい感じよ。よいしょー、撤収までのあと時間がまだありますんで飲んじゃいます。お疲れでーす。ねえ、ちょっとぬるいな。今ですねご一緒させていただいている幹事さんと、そして今日は来てないんですけれども萩原さんという方からですね誕生日プレゼントをいただいちゃいました。じゃじゃーん、シーシェルっていうのかな。これ私ね以前からねちょっと気になってたんですよ。いわゆる川の水をこのボトルに入れて飲めるってやつなんですよ。ちょっと開けてみましょうか。はい、こんな感じですよ。ここにねどっから入れるんだろうね、水を。あ、こっからピューって出すのかな。ここにこうやって開けて、あ、ここがフィルターになってるんだね。だから水を入れてここを閉めてピューって出して飲むってことなのかな。ちょっと待てよ。一応さ、これ説明書読んでから、ちょっとせっかくだから川の水飲んでみましょう。はい、よし、綺麗な川だねこりゃ。そのままでも飲めんじゃねえかってぐらい綺麗だけどさ、じゃやってみようよ。よし、どうしようか。ここら辺にカメラを置いてやってみましょうかね。よし、やってみようよ。行くぞ。よし。うわ、冷たい。すごい冷たい。よーし。はい、川の水入りましたよ。したら、これをこう閉めるの？閉めて。ここだよ。よし。よーし。したら、これを引き上げて、こうやると、あ、出るんだな、もうな。はい、出ますよね。よし、これで飲んでみよう。よし、行こう。よし、行ってみようよ。よし。うん。飲めるっていうか、これで浄化されてんだろうな。うん、なんか変な味はしない、全く。すごくない？これ。緊急時にいいんじゃないでしょうか。ありがとう。ダン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 ジ。はい、タープもね乾きましたのでそろそろ撤収しましょう。ダメだ、暑すぎる。
しばらく休憩しますよ。もうちょっとやってしばらく休憩しますよ。5分休憩します。はい、撤収が完了いたしましたので、そろそろ帰りたいと思います。今日はですね、初めてのウェルキャンプ西丹沢さんに来てみましたよ。昨日は台風16号の影響があるということで、受付に来ましたらですね、キャンセルがたくさん出たということで、もともと撮っていたサイトをですね、変更していただいて、この目の前に川がある、一番ビューがいいと言ったらいいのかな、はい、ここに移動させていただきました。ここはですね、普段はものすごく混んでるらしいんですが、今回来ましてですね、ほぼ周りには人がいない状態で、まあ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 贅沢なキャンプができました。敷地面積30万坪を誇るキャンプ場ということで、まあまあまあとにかくね、広い、その一言に尽きます。トイレはね、仮設トイレだったんですけど、全てが水洗の綺麗な仮設トイレだったので、仮設と言っても仮設とは思えないほど、とても清潔で綺麗なトイレで楽でしたよ。素敵でした。さすがに山深いところですので、動画の中でもね、登場しました、虫がたくさんいますしね、まあとにかく自然の中で楽しく遊べる素敵なキャンプ場という印象でございました。目の前に流れるこの川もですね、とっても綺麗でね、この川の音があるがゆえに、おそらくグループキャンプ等々で来られたとしても声がかき消されてね、とっても過ごしやすいね、キャンプ場だと思いますよ。昨日の雨とは一転、今日は晴れ間が見えております。ほらね、はい、青空が見えておりますよ。昨日がね、こんな感じだったら最高だったんですが、まあいずれにしても今日これ晴れたんで良かったです。ものすごく広くて自然豊かなキャンプ場です。人工物もね、見えるところにね、あまりないところですから、まあある意味では本当に自然の中に身を置いて遊んでるという感じですので、お子さんとかだったらどうなんだろうね、なんもないからむしろ飽きちゃうってこともあるぐらいね、本当に自然の中で楽しめるキャンプ場、いや私にとっては最高のキャンプ場でしたよ。来る時にはね、どれだけ人がいるのかなとちょっと心配にもなったんですが、台風6号ナーリーちゃんのおかげでですね、キャンセルもたくさん出て、私自身はとっても贅沢なキャンプができ、ある意味台風に感謝しております。ありがとう。ここ西丹沢には他にもたくさんね、キャンプ場があります。いずれまたね、そのキャンプ場も私攻めたいと思っておりますので、またその時にはぜひご覧くださいね。ということで、そろそろ帰りましょうか。次回の男児もぜひご覧ください。男児の熱男でございました。さよなら。向こうに広がる、はい、サイトがございますが、今日ね、昨日来るときにはあちら側からこっちにね、向かってここに来ました。ということは向こう側まだまだ、はい、受付の方に向かって広いサイトが広がっておりますので、今回はね、戻らずにここのね、サイトの中を通りながら向こう側にね、向かって帰ってみましょう。はい、車載カメラからお届けいたします。
行きましょう。よし、最終日にねこのキャンプ場の全貌を明らかにするというのは初めてですけど、あまりにも広いんでね、車で行きましょう。今ここに私がいたのがシーサイドですよ。で、先ほどお見せした昨日来たところあっち側が D です。ですから今受付に向かって B と A を通っていく感じですよ。はい、行きましょう。ここからもうね多分 B サイドですね。はい、こんなに広いね、すごいキャンプ場だよ本当に。あ、これ右側の川沿いも左側のこのね木がある部分にも、はい、番号がついていて、ここにもね、はい、テントとうとう張れますよ。はい、おお、すごいね。おお、いい感じ。あ、こっち行こうか。ちょっと木陰の方行ってみましょうかね。道が広いんでね、ゆっくり行きましょう。しかし広いね。それなのにこれしか人がいない、すごいな。これ広大な敷地でございます。でこれを上に上がると受付ですね。はい、戻ってまいりましたと。はい、これが昨日受付したところですよ。さあ、じゃあ買いましょう。皆さん、またお会いしましょう。さよなら。ダンジー。